八。八、アラビア語、トルコ語ホックは、イスラーム世界における、メッカ、マッカへの巡礼のことを指す。五行の一つ。ヒジュラ歴、第十二月である、ズーイコールルイコールヒッチャ月、巡礼月の8日から例の時期を中心にメッカとその、周辺地域で行われる一連の諸議礼から、構成される。特に、ズイコール,ルイコールヒッチャ月以外でのメッカ巡礼を、 さすうむら、小巡礼、と区別して、大巡礼とも呼ばれる。なお、うむらは五行には含まれないことに注意。すべてのムスリム、イスラーム教徒にとって、少なくとも、人生のうちに1回は、メッカ巡礼が義務付けられている。ただし、すべてのムスリムに課せられる他の4行、信仰告白、シャハーダ、礼拝、サラー、記者、ザカート、断食、サウムとことなり、 巡礼は実行できる体力や、財力のある者の,のみが行えば良いものとされている。巡礼期間中に恥を済ませた者は、ハーチジュ、女性型はハーチジャ、あるいは、ハーチーという損傷を得て、ムスリムの社会で尊敬を受ける。サウジアラビア政府は、ーイコールルイコールヒッジャ、巡礼月、イスラーム歴の、第12月の間に巡礼を目的とする。 外国人に特別詐称を発給している。また、サウジアラビアとイスラエルとは、国交はないが、パレスチナ人やアラブ系イスラエル人の、イスラーム教徒たちは、ヨルダンのアンマンを経由して、サウジアラビアに入国し、恥を行うことが脳である。また、メッカは、イスラーム教徒以外の人間が立ち入ることは、禁じられていて、市内全域が、イスラーム教の聖地である。伝統的に、 メッカへ巡礼する人たちは友達と家族とあるいは地域のモスクの主催でといった具合にお金を節約するために集団で旅行した。イスラム教圏の航空会社ではメッカへの巡礼者のために特別チャーター便8フライトを運航している航空会社もある。女性がメッカに行く際には父親や夫あるいは兄弟といった男性の親族と一緒に メッカに行くことを奨励されているが、サウジアラビア政府は単身での渡航を許可している。メッカでは、ムタ・ビーフと呼ばれるガイド役が巡礼にまつわる様々な手助けをする。彼らがメッカに滞在する間、イフラームと呼ばれる巡礼中の近畿の状態に入り、定められた場所、ミーカートで男性の巡礼者は巡礼用の衣服の着用が求められる。 女性には巡礼用の特別義の規定はなく、全身を覆う服を着用し、顔だけを出すようにすればよいとされる。男性の場合、イフラームは2枚の縁縫いのない布からできていて、銅の上はだらりと垂れ下がっている。また、白い飾り帯によって布地の下の方は守られていて、これにサンダルが付随する格好である。イフラームは、神の前では巡礼者は全て平等であるということ。 示すためのものであり、すべての人間が同じように衣装をまとっている時には、たとえ王子であれ、貧困者であれ、その間では全く相違がないことを象徴づけている。イフラームはまた、清純と免罪を象徴する。イフラームへ着替えるために明示された場所をミーカートとして知られる祈りは、巡礼者がその衣装をまとっている際に、映像される。メッカに到着すると巡礼者、 地方で、ハーチーとして知られるは、アブラハムとハガルの生涯そして世界中に広がる、ムスリムの一体性を象徴する、宗教的な儀式を執り行う。これらの信仰の行動は、以下は、すなわち。これらの儀式が、ウムラを構成し、小巡礼ともたびたび呼ばれる。宗教的儀式ではないが、ウムラの儀式が終わった際には、ザムザムの泉の水を、多くの巡礼者は飲む。 また、人々は、おおよそ1インチほど、自らの紙を刈り込む。ここで、巡礼者は、イフラームから普通の服装に着替えることができる。恥に求められている部分ではないにもかかわらず、ウムラの後に、巡礼者は、メディナ、マディーナの、預言者のモスクを訪問する。ムハンマドの墓が、モスクの近くにあり、同様に、アブーバクルとウマルイブンハッターブの墓もある。 一晩かそれ以上、巡礼者はメディナに滞在した後、大巡礼を始める準備のためにメッカに戻る。大巡礼は巡礼月の第八日から始まる。巡礼者は再びリフラームを着用する。そしてメッカから近くの町のへ移動する。そこで彼らはその日の残りを費やす。翌朝、すなわち巡礼月の日に巡礼者は 皆からアラファト山へ移動する。彼らは日没までは日中、アラファト山の定められた区画内で過ごすことになる。アラファト山の滞在の間は宗教的儀式や祈りは要求されていないが、多くの巡礼者が祈り、神との対話、自らの人生について思索する時間に費やす。日没後に彼らはアラファト山と皆の間にある地域のへ移動する。そこは、 ジャマラートの投石のために小石が集められている場所である。ムズダリファで夜を過ごした後で巡礼者はミナへと戻る。その時にはすでに巡礼月の10日になっている。ジャマラートの投石の儀式の最初に巡礼者はミナにある大きなジャムラー。壁に向け7つの小石を投げるジャマラート発散症。その後で一匹の動物がイケネーになる。 伝統的に、巡礼者は、自らの手で動物を殺すか監督するかのどちらかで、ある。今日では、大巡礼が始まる前に、多くの巡礼者は、メッカにて犠牲となった証を買い求める。巡礼月の10日、巡礼者は、イフラームの制限から解放される。すなわち、髭を剃り、イフラームの服装から着替える。髭を剃るという行為は、再生の象徴であると同時に、 恥を完了したことによっての巡礼者の罪が一掃されたことを示す。その日中に巡礼者はメッカにあるマスジドアルハラームを訪問する。10日の晩にミナへと帰着する。11日の昼間、ミナにある3つの壁すべてに石を投げなければならない。同様の儀式を次の日にも実行しなければならない。巡礼者は12日の日没までに ミナからメッカへ移動しなければならない。もしもできないようであれば、十三日の日にメッカに旅立つ前に、巡礼者は、再度、同様の儀式を実施する必要がある。最終的には、メッカを立ち去る前に、巡礼者は、東府ある和田、も、参照と呼ばれる別れのタワーフを演じるのである。二〇〇年、メッカ、ミナ、ムズダリファ、アラファとを結ぶ鉄道が、 中国の企業によって建設され、巡礼期間中のみ運行されている。シャーフィー、マーリク、ハンバル、ハナフィーといったイスラーム法学、マズハブ・スンナ派の4大法学派も参照によると、恥には3つの類型がある。イマミーー学派は、恥を第一の類型と考えてはいるが、後二社も同一視している。ハー・ジーと母国で巡礼者は尊重される。 このことは、恥を取り行う上での動機づけにもなる。恥を実行した者は、ハージあるいは、ハッチャーとして別名が与えられる。ただ、その名前は宗教的な土台が必ずしもあるわけではない。エジプトでは、恥を済ませた者の家の壁に、恥にまつわる絵を描く習慣がある。イスラーム世界の教師が言うことには、ハッチは、 神への奉仕の表現であり、社会的な立場を獲得するという意味ではない。タルビアーを祈った者には、その心が反映されるのである。信仰する者は、巡礼を行うことで、自らの動機を自覚するのである。このことは、自己改革を常に希求することを促す。物理的には、苦難を伴うけれども、恥を達成した巡礼者は、自らの人生の中でも、 最も精神的な経験をしたと考える。多くのムスリムが恥を最も偉大な達成とみなす。なぜなら彼らの周りにいる人々にも恥を完遂するという唯一の目標を提供し焦点に当てさせるからである。ムスリムにとってハッチの儀式は深い心理的な意義を持っていると考えられる。普段は巡礼を行うことは深淵なる経験と同じ意味を持つ。 宗教の教えに従って人生を営み精神面でも適切な状況であるのであれば巡礼という行為は精神的にも個人を変革し得るのである少なくとも人生の一度はムスリムは巡礼という行為を求められる経験ないスラーム教徒の人生は全ての人生は巡礼であるという精神的な目標によって方向づけられるかつては距離や 経済的な問題などで、メッカから遠く離れた地に住むムスリムは、一部の富裕層を除いて巡礼など夢のまた夢であった。しかし、近年になって交通網が発達し、経済成長を遂げた国では、一般市民の所得でも発知が可能となってきた。あまりにも渡航希望者が多くなりすぎたため、例えば、インドネシアでは、メッカ巡礼者の数を制限している。年20万人は許可されるが、 それをはるかに上回る人数が渡航希望を出すため希望を出してからも10年以上は待つことになるという。恥の間には数百人もの人々の命を落とす多くの事件が起こる。最悪な事件は大多数の人間が蛇村の周りに集まり投石を行っている際に起こっている蛇マラート発散症。2006年1月12日に起きた時は350人の 人々が亡くなった。また、多くの人々が狭い区画の中にいるときには、将棋倒しが起こることも多い。将棋倒し、火事。暴動、テロ、航空事故、その他。2> 第2代カリフーマルは、ヒジャーツ地方からヒムスリムを追放したと多くのムスリムに信じられている。ヒムスリムは、聖地を訪問しまた住むことを許されていない。 このことに関しては多くの反証があるが、しかしながら18世紀から19世紀にかけてアラビアの大部分ではヒムスリムは歓迎されてはいなかった。イエメンにおけるユダや共同体と同様の小さな共同体がいくつかの港や都市で見受けることが可能ではあるが、一般の旅行者は自らの命を犠牲にしての旅行を余儀なくされた。このことは権威者によって強制されるのではなく、 群衆によって強制された。聖地のメッカ、メディナを擁するヒジャース地方では最も厳格に強制された。金足の地と恥のミステリーの存在がヨーロッパの旅行者の好奇心を借り立てた。何人かのヨーロッパ人がムスリムを装ってメッカに入り、カーバを訪れ、恥を経験している。最も有名な外国人の手によるメッカへの巡礼の説明は 19世紀のイギリス人冒険家、バートンが執筆したメッカとメディナへの巡礼の物語である。実際にはメッカにヒムスリムをルーツに持つ者が入場することはそれほど困難なことではない。イスラームは世界宗教であり、異教徒の改修に一切の制限や条件を設けない。そのため、イスラームに改修さえすればメッカに入場することは一切妨げられることはない。 そのため、メッカに何らかの事情で入る必要がある。異教徒は、便宜上イスラームに回収した上で入場することができる。もちろん、メッカでの用事が済んだ後、その者がイスラームを帰教するとすれば、イスラームの立場からすればそれは大問題であるが、少なくとも、回収やメッカに入場する時点でそれを問われることは、一切ない。ムタ、ビフ、ラテン文字化、ムーターワイフは、 恥のガイドをする周遊旅行業者である。恥を管理するサウジアラビア政府と共に重要な役割を果たしている。メッカのいくつかの一族により伝統的に運営されている。1930年代にサウジアラビア初代国王アブドゥルアズイズ・イブンサウードがムタ・ビーフを6つの会社に統合した。ムタ・ビーフは巡礼に訪れた人々のために聖地への案内や 買い物ツアーだけでなく、様々な仕事がある。渡航書類の保管から、交通手段や、宿泊施設の手配、儀式のセッティング、陣痛の妊婦を病院に運んだり、現地の料理を好まない場合には、好みの食べ物の調達もする。イラクに従軍するアメリカ兵の間では、イラク人に対する部別語として、彼らを、ハッチと呼んでいた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。